佐藤幸也は、北海道石狩市出身のスキージャンプ選手である。札幌日本大学高等学校を経て雪印、メグミルクスキー部所属。高校時代は、全国高等学校スキー大会3連覇や、宮様スキー大会2年連続完全制覇など、多くの記録を達成し、2014年4月に、雪印メグミルクに入社した。 ワールドカップデビューは2015年1月23日の大倉山ジャンプ競技場で行われた札幌大会で39位だった。翌日は43位だった。同年のジュニア世界選手権では個人戦4位、団体戦6位となった。2015から16シーズンの虹にたぎる大会で初めてワールドカップ遠征組に選ばれた。 2017から18シーズンは、ニジにたぎる大会から、ワールドカップ遠征組入りし、2月のビリンゲン5以降は、遠征組に定着した。このビリンゲン5では1試合前で29位になり、自身初のワールドカップポイント獲得、2試合目で、同シーズン最高位の11位となり、総合23位となった。2018から19シーズンは、エンゲルベルク大会から、 ワールドカップ遠征組入りし、年末年始に行われるスキージャンプ週間にて初出場を果たす。第3戦のインスブルック大会で6位となり、自身初のトップ10入りを果たす。ジャンプ週間では4大会とも30位以内に入り、総合12位となった。1月20日のザコパネ大会で3位となり、自身初の表彰台入りを果たした。 同年の世界選手権代表にも選ばれ、男子ラージヒル団体では、銅メダルを獲得するなど、4種目すべてに出場した。2019から20シーズンは、サマーグランプリより参戦し、ザコパネ大会の個人戦3位、男子団体優勝のメンバーとなった。続く、白馬大会は1日目2位、2日目3位に入場し、総合2位で終えた。 冬は W ハイ開幕戦から遠征組に選抜され、第3戦の虹にたぎる大会でワールドカップ初優勝を飾り、第17戦の札幌大会で2回目の優勝を果たすなどの成績を収め、総合13位でシーズンを終えた。2020から21シーズンはコロナ禍のため10月以降の開催となったサマージャンプ国内戦は7戦中。 全日本選手権の2勝を含む優勝4回、2位1回でワールドカップへ向かった。ワールドカップでは5位3回など1桁順位に13回入り、総合11位の成績を挙げた。またフライングの団体戦では20年ぶりの表彰台となる団体2位のメンバーとなった。世界選手権ではノーマルヒルでは1本目8位につけるも2本目で距離を伸ばせず16位。 混合団体は5位だった。ラージヒルでは1本目4位につけたが、2本目は8位で7位だった。男子団体では1本目で最長不等の141メートル、2本目もヒルサイズの137メートル飛ぶ活躍を見せたが、惜しくも4位だった。ありがとうございます。